ございます。術後1日目です。昨日の夕方手術して、その後9時ぐらいからめっちゃ痛くなってきたんで、結構痛み止め何回も入れてもらいました。それで多分3時半ぐらいに寝れて、6時過ぎとかにまた看護婦さん来てくれて、痛み止め入れてくれて、それで今8時です。朝ごはんの時間です。足の足はこんな感じ。ずっと足上げてアイシングしています。痛みはズキズキジンジンする感じ。お腹別に減ってないけど、ちょっと食べようと思います。術後1日目でした。今12時半です。午前中に血液検査したり、レントゲン取ったりして、今5階が病室で2階に降りたんですけど、松葉杖つこうと思ったらもう立ちくらみがやばくて、車椅子で連れてってもらいました。ずっと横になってるからか、立ちくらみがほんまにすごい。あと朝ごはんも全然食べれなかったです。もう一口食べて気持ち悪くなって、だから今もお水とりあえず飲んでます。あとは昨日多分寝れへんかったから、夜とかだから1時間ぐらい昼寝したかな今って感じです。術後1日目は結構痛いです。こんばんは。術後1日目、夜の8時半です。午後過ぎたぐらいからまあマシになったんですけど、でまあでも部屋の中も全然もう痛すぎて歩けないです。全然あの松葉杖使っても、まあ頑張ってトイレとか行くけどめっちゃ時間かかります。ってことで、このドライシャンプー持ってきたんで、しばらくお風呂入れないんで、このドライシャンプーしたいと思います。とよく、すげえ、ドライシャンプー、はじめまして。めっちゃいい匂い。やった。こういう感じです。とりあえず、明日にはまた痛みぐっとマシになってると思うんで、今日も寝れなそうやけど、寝ます。早めに。また明日。おはようございます。術後2日目です。昨日より寝れました。今6時なんですけど、5時台に目覚めたけど11時半ぐらいには寝たかな。結構寝れました。痛みもめっちゃマシになってきて、でもやっぱ痛いですけど、まだあとなんかこの筋肉痛が、なんか筋肉痛みたいな痛みが太ももに、やっぱ腫れてますね。だいぶ今これガーゼとか巻いてるけど、でもふくらはぎのむくみとかは全然ないんで、足指も動くし、あーでも痛いっす。とりあえず起きて、まだ手術して36時間ぐらいしか経ってないんで、アイシングして冷やします。術後2日目の夜です。6時半です。今日はリハビリ始まると思ったら、なんか土日はやってないみたいで、今日土曜日なんで、明日もやりません。月曜日から始まります。でも部屋で足伸ばすやつと、つま先をこっちに向けるやつをしてって言われたんで、それだけしてます。あと今日は、野島対浦和の試合 見ながらしてます。カップ戦でーす。で今アイシングしながらこうやって足伸ばして、この潰すやつやってるんですけど、結構伸びはいい感じです。痛いけどいい感じに伸びてます。
あと曲げるのが多分そんな曲がない。まだ曲げるのは痛いっすね。全然なかなか曲がらないっていう感じです。でも痛みはもうほとんどなくなったんで、夜も昨日ぐっすり寝れたし、今日もぐっすり寝れそうです。イエイ。ご飯もどんどん食べれるようになってます。と今日は松葉杖で、自分で歩けるようになりました。まだ右足はついてないけど、松葉杖でケンケンで行けるようになりました。昨日はもう痛くて無理やったけど、痛みがどんどん減ってます。ナイス。あと腫れもなんか先生に見てもらったら、そこまで腫れてないなって言われて、いい感じです。順調に回復してます。明日もまた報告します。おはようございます。術後3日目の朝です。なんか昨日調子良かったんですけど、昨日の夜は寝る前ぐらいからなんか足がこうじわじわ痛くなってきて、で足上げて寝てるんですけど、なんかふくらはぎの上の方がめっちゃ痛くて、だからなかなか寝つけんくて、朝起きてもなんか痛いなーって感じで、で朝見たら結構昨日よりなんか腫れてて、全体的になんでやろうって感じです。だから今日はちょっと めっちゃ結構痛いです。でも朝ごはんしっかり食べたいと思います。多分3日目今日乗り越えたら大丈夫なはず。頑張ります。こんにちは。今術後3日目の1時10分です。今日は朝からめっちゃ痛くて、痛み止めとか入れてもらったらずっと寝てました。それでやっと今からお昼食べようかなっていう気分になったんで、お昼食べたいと思います。こんな感じです。いやー、夜もあんま寝れてなかったから眠いっす。でも今日はシャワーとかも入りたいんで、後でちょっとチャレンジしてみようと思います。おはようございます。4日目の朝です。今日は足の調子もいい感じです。朝ごはん食べて今から初めてのリハビリしに行きたいと思います。膝は多分曲げたり伸ばしたりするやつ。行ってきます。初めてのリハビリです。30分1日これやるらしい。角度やるやつ。今65度。これが手術後4日目です。